ありがと事ごす、これ。それでは今回なんですけども、キャッシュレスの生活をする上で気にかけている10のことお得に楽しむなら、これだけ抑えれば OK ということで、今回はですね、僕のチャンネルでは基本的にスマホ決済などのキャッシュレスに関することをお伝えしているんですが、まあその中でも僕なりに、このキャッシュレスでちょっとお得な生活をする上で、少し気にかけていることをサクッと10個ですね、紹介していこうと思います。まあこれまでお伝えした内容と少し被ってしまうかもしれませんが、そこはや 優しいい目で見てくださればと思いますそれではまずはこちらから。じゃんということで、まず一つ目は、オートチャージを使わないということですね。まあ、このオートチャージなんですが、今ではまあスマホ決済の場合だと、PayPay とか LINEPay、D 払いとかにその機能が結構備わっています。 もちろんそのオートチャージがダメというわけではなくて僕の場合このオートチャージを使ってしまうと今以上に金銭感覚がバグってしまう可能性があるからということなんですよね。まあ基本的にキャッシュレス決済の一つのネガティブワードでもある使いすぎるかもしれないということをよく聞きます。もちろんそのオートチャージを利用することでチャージする手間が省けたりしてお会計でアタフタすることはなくなるなどメリットも全然あるんですが僕はあえてオートチャージを使っていません。なので毎回こう 小額でチャージをしながらある程度自分が今どれぐらい使ってるのかなって認識をするために結構ちまちまとチャージをしていますなのでまあ何かしらのキャンペーンとか理由がない限りはオートチャージは今のところ特に使う予定はないですね 次、二つ目は、モバイルバッテリー常備ということで、今出てるのは僕が普段使ってるモバイルバッテリーです。もうこれは何年も使ってるモバイルバッテリーですね。いや、やっぱりスマホ決済を、まあ使っていく上では必須アイテムですよね。まあ基本的にこれ僕が使う場合なんですけども、スマホのバッテリーを満タンに充電してからギリギリ、まあ一日持つ程度なので、まあモバイルバッテリーの利用頻度はそんなに高くはないんですが、やっぱりこう外で、スマホで作業とかしてたりすると、 モバイルバッテリーが結構やっぱ活躍してくれるんですよね。なのでいつもリュックの中には忍び込ませています。 次3つ目はお店のクーポンがあるかをチェックするということですね。まあこれはキャッシュレスに関連するんですが、まあここ最近の動画でもちょくちょくお伝えしまして、今下にも出てるように、例えば最近使ったこう、パ寿司とかサンマルクカフェ、あとは松屋とか、これらの公式アプリがあるか、まあそこら辺のお店のクーポンがあるかをしっかりと探して、まああとはスマートニュースとか LINE のクーポンなどを使って、数十円、数百円でも気持ちお得に食事ができるかっていうのをちょっと意識しています。 まあもちろん僕は結構ポンコツなので、ああ、これ使えばよかったーみたいなことも全然あります。なのでですね、もし飲食店とか利用される際は、クーポンとか割引があるかも、これもチェックするだけでも、いつもよりお得にキャッシュレスが楽しめます。次、四つ目は、公式アプリとポイントカードを連携ということですね。これは先に例を出すと、じゃんということで、マクドナルドと D ポイント、サンマルクカフェと D ポイント、あとは PayPay ペペと T ポイントカードなど、今ではまあ、いろんな アプリとポイントカード結構連携ができちゃいます。なので、まあ3番目にもお伝えした公式アプリとクーポンを出すついでに D ポイントとかも提示できるので結構これ便利なんですよね。まあ僕はたまにマクドナルドとか行くんですがその時はマクドナルドの公式のアプリで割引の番号を店員さんに伝えてからそのアプリの中の D ポイントを提示してあとは何らかのキャッシュレス決済でお会計を済ますという感じですね。なのでもしご自身がよく利用されるお店のアプリとかがあれば、まあ 公式アプリとととポイントカードかかを連携させておくのもいいいいんじゃないかなと思います次5つ目は先ほどお伝えしたのと若干関連するんですがお会計の前にアプリを事前に立ち上げるということですねやっぱりこうスマホ決済ですねキャッシュレス決済の魅力はお得にポイントがもらえるのはもちろんですけどもスマートにサクッと支払えるのがやっぱり魅力的だと思います まあ、たまに、お会計のギリギリとかでアプリを立ち上げる方を見かけるんですけども、まあ、まだ多分こう、スマホ決済を使い慣れてない方だと思うんですが、そうしてしまうと、やっぱりこう、列で並んでる時にどうしてもこう、つっちゃうんですよね。なので、もしレジに並ぶ際はですね、5秒ぐらいで終わる作業だと思うので、ポイントカード、そしてスマホ決済のバーコードがいつでも出せるようにサクッとぜひですね、支払っちゃいましょう。まあ、多分もう僕のチャンネルを普段から見てくださってる方は、まあ、かなりキャッシュレスに関 安心を持っっててていい意識が高い方ばかりだと勝手に思ってるのでまあ皆さんは大丈夫かなと思います次6つ目はある程度の計画が組むということですね、まあ、特に今もそうなんですけどもありがたいことにどこの企業さんもまだまだ何パーセント還元のキャンペーンっていうのを出してくれてて頑張ってくれていますなので、まあ、いつどこでどんなタイミングで使おうかなっていうのはある程度計画を組んでおくのはいいですね ま、特に土日祝日っていうのは、混雑することが多いので、ま、それも分かった上で、なんとなくこう、行くルートとか、行く日程であったりとか、そういったのを決めておくのがいいと思います。まあ、過去の僕の経験だと、ペイペイの1日だけのいい買い物の日のキャンペーンとかで、朝一から行くルートを決めていたので、ま、そんなにストレスはなかったんですよね。なので、ま、今度の2月からの a u p a のキャンペーンがあるので、ま、それもしっかりと把握して、準備してお得にお買い物しましょう。 次、七つ目は、還元率をある程度把握するということですね。まあ、決済方法は一つに絞って使っている方は全然問題ないんですけども、今は複数の決済方法を利用されている方も多いので、まあ、その時に、あのペイは何還元、けどこのペイはここで何という感じになんとなく把握することがやっぱりいいですね。 例えば、もし今週って何のキャンペーンだったっけみたいな感じになった時はですね、一応僕のチャンネル、まあ毎週日曜日の20時に僕のこのチャンネルにて、週のまとめ動画っていうのを出してるので、そこでぜひですね、チェックしてみてください。 まちょっと期間が短いものだったり、全部が全部お伝えできるというわけではないんですけども、キャンペーンとかが事前に分かってれば、まあ情報をそれを元にして、毎週日曜日の20時にまとめています。まあ、基本は真面目にお伝えしてるんですけども、たまにふざけてます。次、8つ目は、現金を持つ、1000円以上ということですね。もうキャッシュレス決済、便利便利、ふ <laughs> ふみたいな感じで余裕をぶっこいてたら結構痛い目に会います。 次、9つ目は出金するならプリンを使うということですね。まあ、このご存知の方も多いと思うんですが、簡単にこのプリンについてお伝えをすると、スマホ決済のアプリでもありまして、ま、決済ができたりとか、お金を送金できたりもする機能もあったりするんですけども、このプリンがすごいのは、提携している金融機関とプリンを紐付けることで、セブン銀行 ATM からの出金手数料が、1日1回まで無料で現金が出しちゃいます。 で、流れがどんな感じかっていうのを簡単に表すとこんな感じですね。 じゃんということで、プリンと紐付けが完了している場合、まずプリンのアプリにお金をチャージして、そこからセブン銀行 ATM の出金の手続きを行います。あとは最寄りのセブン銀行 ATM に行って、プリンの画面通りに作業をすれば、すぐに現金が出しちゃいます。まだまだ連携できる金融機関というのはまだそんなに多くはないんですけども、この機能をうまく使えばキャッシュカードもいらなくなりますし、変に手数料取られることもないので、本当にまあプリンの機能というのは重宝しています。 最後10個目は、波に乗るけど、無理に使わないご褒美程度にということですね。いやー、これはほんとなんかこう、大型キャンペーンであるからこそ、うまく利用するっていうのは有効的です。けど、この手のキャンペーンはほんと自然と使いすぎてしまう傾向っていうのがあるんですよね。まあ、ちなみに僕もキャッシュレス決済を使い始めた時は結構そんな感じでした。なので、一番いいのは、普段現金でお買い物してるお店をキャッシュレス決済に切り替える。それだけでも十分だと思います。で 現金決済では入らなかったポイントっていうのが、スマホ決済などのキャッシュレス決済に切り替えただけで、お得でお会計が楽になるので、そしてちょっとお得な買い物ができた分は、自分のご褒美とかに費やすのが一番いいかなと僕は勝手に思っています。なので、僕が常に推している、まあお菓子、セブンイレブンのバナナチップスチョコは、キャンペーンとかでうまく購入して、ご褒美程度に食べています。なので、キャンペーンをうまく乗って、無理に使いすぎないようにしましょう。 最後まとめるとこんな感じですね。ちょっと文字が小さくて申し訳ないんですけども、オートチャージを使わないモバイルバッテリー常備お店のクーポンあるかをチェックする公式アプリとポイントカードを連携お会計前にアプリを事前に立ち上げるある程度の計画を組む還元率をある程度把握する現金を持つ1000円以上出金するならプリンを使う波には乗るけど無理に使わないという10個でした。まあ、少しでもですね、お得に、まあ、楽しくキャッシュレス決済をするならということで僕なりにまとめさせていただきました。まあ、これらあくまでも僕 僕なりに実践しているだけのことになるので、全員が全員このやり方がうまくいくというわけではないので、まあ、それはあのぜひですね、実践してみて、これはちょっとやってみようかなというのがあればですね、まあ一つでも参考にしてもらえたら嬉しいです。ということでですね、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 まあ今回ですね、お話ししたことに関連は特にしないんですけども、まあ本日リクルートと NTT ドコモが業務提携契約というのをしました。まあそれがですね、ちょっとニュースにありまして、まあ今後はリクルートの共通ポイントにドコモの D ポイントも導入されるということで、まあ従来のそのポンタに加えて D ポイントっていうのが選択できるようになったみたいです。まあこれについてはまたこう使う幅とかも広がりそうだなっていう風に勝手に思いましたね。まあちなみに僕が普段利用しているポイントサイトの笑うでは、今リクルートカードを作成して 1>, したら1月の30日現在では2650円分の笑うのポイントプラスリクルートカードでの最大6000円分相当のポイントがもらえるキャンペーンというのもあるのでぜひ、まあ、ですねそれも詳細気になる方はチェックしてみてくださいということで本日は以上ですありがとうございました